チームがバラバラだ。どうも、バロン監督です。まずは冒頭で、謝罪ございます。今回清掃であるユニフォームを忘れてしまいました。あ、皆さん大変申し訳ございません。なので今回は、まあリアルにちょっと監督的な宮本監督スタイル。はいはい、なになになに、宮本さんそんなダサい。ダサいってお前、殿下のユニクロだぞ。全然柳井さん、柳井さんディスってんな。着こなしが、いや全然おしゃれだけどね。シワクシャのシャツとか着てます宮本さんが。ちょシワ感が出てる、ね、だからそんなシャツ着てます宮本さん、全然よれてないけどね。シワシワでしょ、アイロンかけたこともない、だねんだよ、アイロンが家にいろんねんだよ。待ってます。誰に？じゃあ、はい、じゃあ見てみましょう。まずは前回の動画でですね、皆さんからいただいたコメント紹介させていただきます。今回ご覧いただいたコメントこちらです。それでは今回のコメント紹介させていただきます。まずはファビオ記者からのコメントです。平愛理さんのコメント、この老害はリボ払いにする癖がある、給料未払い問題になりかねない、やめときなユートだそうです。平愛理さん、早く妹を紹介してください。続いてドラさんからです。即戦力大型センターバックとして満を持して獲得した荒井隆里をなぜか干す鬼畜老害ということです。彼は非常にベンチを盛り上げてくれています。続いて5555さんからです。北欧から選手を取るのではなく、小原が北欧に行った方がいいのではということです。シーズンオフには北欧に私が視察に向かう予定です。続いてジャーマニアさんからです。荒井優里の士気が比較的高くてそうという意見もいただきました。荒井優里選手は試合に出なくてもチームを盛り上げてくれる、チームには欠かせない存在です。最後にハーフナーマイク記者からです。永井選手のコメント、 I'll never walk alone ということです。僕はいつも永井選手と共にあります。はい、ありがとうございました。叱咤激励のコメント本当嬉しいです。今回の動画でも皆さんからのコメント待っております。お、来た、あれ345万ユーロ、もっと低い額の獲得を目指した方がいいかもしれません。ちょっとこの額出せないんで、もう一回値踏みします。また大手になりましたね、おじさん。まず一旦3-2でいきます。320場でなんとか下げてくれ。かなり強情です。小刻み作戦でいくか。3-2-1でいこう。小刻みに上げることによって頑張ってますよっていうアピールをしていきます。強情だね。322万ユーロ出せない、受けてくれよ。ここでじゃあ325、326なら、999作戦でいこうかな。326万9999ユーロ以上用意できません。受けてくれませんか。いやー、もうダメだ。このおじいさんとやり取りをしたんです。老害対決ですけれども、ガラタサライの軍配が上がりました。残念です。ということで、一旦 FC 東京の選手オファー待ちながら進めていきます。いや、契約継続は非常に厳しい状況になってきました。ちょっと移籍リストに入れすぎて、LINE がたくさん来ています。木原選手から出ていくのは寂しいですと、ここでプレイすることで疑問もありました。士気が上がってる選手も多いですよ。要求するより前に移籍の話をしてくれて助かりましたと、基本的にもう出たい選手だらけです。バラバラです、ホットチーム。はい、返信はしませんが、この状況で、試合に臨みます。それではセレッソ戦いってみましょう。はい、ということで、セレッソ大阪さんと試合です。アウェイに乗り込んでの試合となります。よろしくお願いします。バラバラなチームが一つになる試合はこの試合しかないでしょう。やってやりましょう。さあ、セレッソ大阪のフォーメーションです。どうされました？注目選手の方は。ブルーノ・メンデスとキム・ジンヒョンが怪我です。はい。なんでも柿谷陽一郎がやります。はい。さあ、東京のフォーメーション見てみようぜ。442のフォーメーション。何も変わらない、あえて変えません。長い55。長井選手には本当に今までの試合、全てのシュート集を見返すように伝えました。
彼もかなり精神的に強くなってこの試合臨んでいる様子です。いいですね。はい、試合が始まりました。時を越そうすべて。個人的にやっぱ奥野選手好きです。あ、奥野選手いいですね。レアンドロ・デサバと清武、まだやっぱこの人そうじゃん。キヨ、キヨタケ、柿谷、デサバト、え、こぼれます。え、何がいいの？先に反応するのはどっちだ。いやー、危ねえ。さあ、東見せようぜ。小川亮也。いやー、危ねえ。ボールを奪われました。奥の広明、狙える位置です。ケントをケントソーザ、このオッケーオッケー、さすがにそれやらせない。こっちも東慶吾、その形止まらない。ケンスケは止まらない。自分で行かなかった。いやー、ディエゴディエゴディエゴ、うまく捉えきれませんでした。使うことを覚えていかないと。なんか大盛り入ったな。監督も貴重なチャンス、憤りが隠せないようです。行こうやー。稲穂みたいな。稲穂も垂れる神戸からじゃねえんだね。ラララララララ高萩よじろうララララララブレ。ディエゴ・オリベイラ、長井健介、オッケー。長いゴーゴー、長いゴーゴー、長いゴーゴーゴー、長いゴーゴー。だから行こう行こうやって組長だから。隙だ、かっこいい。いやー、健太郎視線が中にいった。さあ出すか。なんで？オフでしょ。仕掛けるタイミングが。いや、これオフ？うん、おかしいじゃん。ラインがこいつより手前でしょ。左足。左足。いや、おかしくない。なんでそんな草生えるわ。いや、マジで。生えてる反応じゃねえ。何をしてくるのか。オッケー、ナイス、剛。素晴らしい。なんで右足なの、そこで。決めるその左足で今日も行こう。あぶれ、丸を。大森光太郎、あれ本当に出したいんだけど、フライする難しいな。いやー、素晴らしい。オッケー、危ない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 、だいぶだいぶ。いやー、高萩洋次郎、ディエゴ・オリベイラ、いいじゃん、いけよ。いやー、シュートが正面か。ディエゴ、オレ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 、ディエゴ、ディエゴ、デカ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 、オレ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 、ディエゴ、ディエゴ。いい、そういうの変化を与えてくる。誰に蹴るか、ここ勝ちたい。モーロや、うん、オーセイムロや、オーセイムロや。モチベーションないんじゃない。あるよ、海外へな。ここで一旦ペースを落として、ディエゴ・オリベイラ、おー、ジョミッチ寄せが早い。いやあ、ね、おいおい、結構ファストブレイク、やんなよ、カブを。相手ボールになります。こっちがやりてえことすんなよ。デザバト、いいよ。わかんねえ。
しの取らん方なんだよ。ひどいわ、取られ方は。今のシュートはいかがでしたか？いや、素晴らしい。一瞬跳ね返ると思いましたが、最高のコースを狙いましたね。いや、跳ね返りましたけど。東来いよー。おー、キーガはあのおっさんじゃねえかよ。監督の表情も少し緩んだ気がします。おー、東敬吾。おー、東敬吾折り返そうや。イエゴ・オリベイラ、バボバボ東京、バボバボ東京、バボス東京、バボス東京。オッケー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 。全部ミスなんだよ、しょうもない。よし、後半のキックオフは FC 東京から。まあ、こうあるぜ。ひどいひどい。カフェになるいねんだよ、おめえが卓球部みたいな。はい、ポイント大森幸太郎、ディエゴ・オリベイラ。もう狭いとこ通すならって。オフサイドでしょ。ないしょ。そうそうそう。で、それも外してんだよ。いや、オフサイドオフサイド。いや、素晴らしい。柿谷、ナイス。飲んでいましたね。カウンターのチャンスが巡ってきた。すぐ持って、すぐ持って。オッケー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 。なんでタックルになって。いやー、違うよー。丸橋祐介、奥野博明、水沼コーター、ソーザ。ソーザー、いやいやー、なんで今詰めに行かないの。危なかった今の。橋本健斗、ディエゴ・オリベイラ。長い、一人で行こうよ。長い、追いつけるか。おい、打てよ自分で。相手に当たってますね。絶対パスで来ると。あいつは恋愛でもそうだ。おい、恋愛のパスはお前知らねえだろ。狙える位置です。チャンスにできるか。オッケーオッケー。うよー、オッケー、ナイスナイス。よし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 。東京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 。しょうがないと思います。いや、いいシュート。自分を信じていれば勝利はついてくる。あ、マジで来た。果敢に仕掛けてボールを奪いました。おい、もうやめろって。おい、来んなよ、来んな。自在にパスを出していますね。おい、もう終わるじゃん、完全に。え、ハンド、ハンド。そうじゃ、でか。さあ、どうする。大きすぎます。誰にも合いません。どれ、ナイス。ボールがこぼれた。おい、ちょ、ボールを前に運びます。ケタグリみたいな。お前がやってきたんだろ、ケタグリよ。ここからの連携、ここを潰すことができません。さあ、行こうぜ、ディエゴ。攻撃を断ち切る。いやー、ドキムキムさんの思いが届いたー。いやー、は死角だけ集う。よし、さっきのパスが伏線となった。伏線回収。よし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 。いや、それでいいんだよ、やるべきこと。東京こそ全て、俺らを熱くする。情熱をぶつけろ、優勝つかみ取れ。ママ東京、ママ東京。
さあここでビャルナソンとナッサホー投入です。サビトシュー切れます。オッケーオッケー、来い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 、もう一度集中だ。奥のヒロアキ、清武、慎重に攻撃を組み立てています。リードを奪いたい。危なかった。めっちゃ上がった今、ちょっと言ってほしそう。いやぶっ崩されたわ。あぶね。ナイス。奥のヒロアキ、ソウザ、柿谷陽一郎、はい、オッケーオッケーオッケー。よー、惜しい。バーを超えました。危ない危ない。判断は素晴らしかったと思いますが、精度が足らなかった。いやー、よし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 、オッケー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 。さあ、最後のキリだ、ジャイルです。ジャイルジャイルジャイル。さあ、長井健介、走り込んだ味方にスーパース。やったー、こっち飛び込んでこーい。やっと決めたぞー。ジャイルの落としとシンプルな、この第5速結果でいたー。ジャイルジャイルジャイル。じゃあやっとニアニズドンが聞いてくれました。大逆転あるぞ。東京こそ愛してる東京、ラララララ ラ, ラ愛してる東京、ラララララ ラ, ラ愛してる東京、ラララララララ愛してる東京。ムロヤセイ、いやーマジか。コクラ、ショーン、行こう。おい、あ、行った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 。おい、危ない危ない、オッケーオッケー。サポーターの一部、いやー反応してないジャイルが。なんの判定が出ませんでしたからね。絶対やらせんなよ。高木俊幸、サポートを使うか。あぶ、奥の広明、ソウザ、前に運んでいます。ソウザ、オッケーオッケーオッケー、しゃしゃしゃ、いやオッケーオッケー、上がる前待とうぜ。オッケー、そこしっかりジャイル使っていきたいね。いや、ジャイルの方に当ててほしいけどな。ソウザ、トクラ、ぶち込め、どけな、いいよ、おやっしゃー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 、危なー。チャンスを逃したことについて監督はかなり不満なんですね。悔しいでしょ。はい、キーパーも上がります。ガムシャンが点を取りに行きます。かっこいい、頼む。ボールはエリアへ。危ねえ、危ねえ、おっかー。いや、ドフリーに刺す、危な。いやー、監督が悔しそうですね。やっと貸しカードです、久しぶりの。もうこれは本当上がってくれ、しっかり上がって、上がって方向も確認と。ここ絶対いや、オッケーオッケー。何をしてくるのか。オッケー、オッサーオッサー、ナイスナイスナイス、マイボーマイボー、そこだよ。オッケー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 。いやー、逆、自分で言ってよかったな。どんなファールでもいいから絶対止めるぞ。奥の広明、丸橋雄介、高木俊幸、トクラ、ケア、危ない危ない危ない、止めましたが、ボールは生きています。よーい、オッケーオッケー、わーい、ジャイル、え、なんで、よーい、見てるセレッソのみんな、眠れ
ちカウントは可能俺らの誇り、おお東京東京粘らないバチェカウントは可能俺らの誇り、おおなんでなしな、はい、はい、インタビュー一番必要でしょ、勝った後は。おいでいただきありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。欲しかった勝利を手にし、FC 東京の連敗がやっと終わりました。このまま勢いに乗りたいのではないでしょうか。もちろんこの試合勝利しましたが、油断してはいけません。改めて勝って兜のを引き締めて連勝に向かって突き進んでいきたいと思います。同じ選択肢がありますけど、おかしいでしょ、持ち直しますけど。だこれでいいですね。私はこの試合のためにしっかり準備してきましたし、メンタルも鍛えてきました。チームを立て直す準備ができています。後半の決勝ゴールで何とか勝利を向けることができました。今日の試合内についてお聞かせください。まあ、1失点した後も選手は諦めずに戦ってくれました。特に永井選手、本当に彼には期待を寄せていましたが、今日結果を出す。それでは順位の確認です。勝ち点3を重ねましたが、下位のチームも勝ったということで順位に変動はございません。ただ次勝てば降格圏は一旦脱しというところがやっと見えてきました。勝ち点9です。1位は川崎ロンターレ、2位アントラーズ、3位グランパスとなってます。そして次節は17位の大分トリニータさんとの裏天王山になります。俺たちも一つになるしかないんで、やっていきましょうね。それではまた次回の動画、スタジオでお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録しようよ、ホタルの光がありえないほど聞ける。